はフィクションでございます。したがって物語に登場する人物名、団体名はすべて架空のものでございますのでご注意くださいね。実在の人物名、団体には一切関係はございませんよ。それとゲーム内の登場人物はすべて18歳以上でございますので何の心配もございません。めでたしめでたしでございますね。そして今明らかにこの教室の空気は悪い。ほら、半分半分になった。鏡台と遊戯所から選抜された生徒による、2年の仮統合テストクラス2年 T 組。T 組？ A B A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T。15クラスもあるわけじゃないから。多分4クラスプラス T、テストの T だろうな。広く豪華なその教室内は落ち着かずぎこちない雰囲気に満ち満ちている。おはよう。ドアを開けて入ってきたお仲間がやっぱり複数の非歓迎的な視線を受けて固まった。視線の主である遺状の子たちはそのまま何事かひそひそ。もうこういうのって一発壁取っ払ったらね、めちゃくちゃ親身になってくれるからね。男子としたら最初の壁が高いだけで、それを超えたらもう楽よ。もう入れ食い。鏡内の女子たちは居心地悪そうにみじろぐ。そして俺はひそやかなため息。つまりずっとこうなのだ。男子は皆こんな状態のクラスに出迎えられる。空気は重く、じっとりと冷や汗を含んでよどみ、ものすごく窓を開けて換気したくなる。視界が勝手に窓の方を向いた。本来的な意味での窓のことじゃない。この場における窓のことだ。あり。つまり彼女、瀬名愛理、あの瀬名さん。そやね、こっちのトップは、隼田ないし、自分やけど、向こうは完全に、愛理だもんね。昨日一日でよーくわかった。どうやら彼女、遊戯所の選抜生徒の中での中心人物的なポジションらしい。と言っても、俺たちにおける隼田のように、リーダー的役職についているわけじゃない。ただズバ抜けて優秀、真面目で頭が良くてピンとしていて、遊戯所の持つイメージを体現しているかのような生徒。しかも彼女はあの学園長の娘さんと来ている。遊戯所の子たちの誰しもが一目置いている。それが本当によく分かった。そんな彼女が統合に反対に強く反対してるの？統合に強く反対しているのを俺たち鏡台の一同は昨日の一括で分かっている。遊戯所の子たちも必ずしも全員が反対はしてないようだけど、やはりそんな瀬名さんが気になっているようだ。なものでクラスの中が一様に彼女の様子をうかがい、顔色をうかがいながらぎこちない朝の時間を送っている。こういう時って普通席をさ、遊戯所鏡原、遊戯所鏡原、遊戯所鏡原みたいな感じでね、互い違いにするのは常識やけど、そんなことはないんだ。失礼。瀬名さん自身は少し不機嫌そうではあるけど、端正に席について静かにしているから、なんというか。そうやな、アイリーに対しては、妹ちゃんがおれば、なんとかね、ワンクッション置けるかもしれんけど、直に兄貴が行くのはちょっとレベルが高いな。こらえかねて、俺はついに席を立った。そのまま瀬名さんのところに歩いていく。そんな俺をクラス中が注目したのが分かった。空気が一気に緊張する。
それでも俺は彼女のところまで歩き切って言う。おはよう、セナさん。キュッとセナさんは眉根を寄せた。数秒ほど唇を引き結んだまま俺を見上げる。おはよう、ウリュウ君。ふぅ、と盛大な安堵のため息があっちこっちから聞こえたような気がした。セナさんはすぐに俺から視線を外し、愛も変わらぬ仏頂面。ウリュウ君か。今はこれが限界かな。立て付けが悪く全然開かない窓を連想しながら、俺は挨拶だけに留めて席に戻った。教室は少しだけ雰囲気が和らぐ。再び起こり出したざわめきはさっきよりも普通だ。ふぅ。と、そこで。いやー、案の定といえば案の定ですけど、なかなか先行き不安な感じでございますね、慎吾さん。うわ、びっくりした。突然声をかけられたこともだけど、相手がメイド姿ともなればなおさら。アイリさんは頑なでいらっしゃいますから、ああなるとめちゃめちゃ大変なんですよね。おはよう、アンジェ。おはようございます。今日もよろしくお願いいたしますね。ひょこんと可愛らしくもほがらかに、そう挨拶をしてくれるアンジェだった。可愛いよな。教室の空気など意にも介していない、というよりマイペースな子と言うべきなんだろうな。うん、そりゃもうこの格好からして。今日もメイド服だね。はい、アンジェはずっとメイド服でございますよ。何せメイドでございますから。ということらしい。はい、彼女も生徒なのだそうだが、メイドなのでメイド服を着て良いというお達しが学園長から出ているのだとか。へえ。母の代からメイドなのですよ。なるほど。お母さんってやっぱりヨーロッパの人だったり。はい、母はイギリス人なんですよ。なのでアンジェは半分外人ってところですね。中身めちゃめちゃ日本人ですけど好きな食べ物はところてんですし。渋いな。こうも絵に描いたようなメイドさんにそう言われると、なんというか困るな。ともあれ慎吾さん、皆様おくつろぎいただけてない感じです。ああ、うん、まあね、まだまだ。そこでアンジェの出番です。ほん、と言うや否やアンジェは廊下に飛び出し、素早くカートを持ってきた。あん？そのままものすごいスピードで全員にお茶を配り出す。はあ、お茶が入りました。召し上がりますよね。お茶でございます、お茶でございます。というか本当に早っ。あっという間にクラス全員にお茶を渡して、そのくせ埃も立てなきゃスカートも乱さないと来ている。すごいな、プロやな。慎吾さんも召し上がりますよね。むしろ召し上がってくださいませ。さあさあ。ありがとう、すごいねアンジェって。そこはほら、アンジェはメイドでございますからね。マジモンの。マジモン言うな。それでは失礼いたします。何かご用がおありでしたらお気軽にお申し付けくださいな。豊かな胸を反らして得意げに言うと、にっこり笑って去っていく。本当にメイドなんだな。こうメイド服着てるっていうだけじゃなく、でもあれだよな、もしかしたらさ、まあアンジュはメイドなわけやねんか。で、学校でまあ分け隔てなく人に対して、ご奉仕というか、ご給仕というか、そういうのをね、するっていうのは、なんて言うんだろうな、メイドとしての経験値が爆上がりするよね。ね、例えばほら、主一人に対してメイドってのがあるかもしれんからさ、ね、1対1でずっとその経験値を稼いでいくわけやねんか、主が変わらん限りさ。ね、けどここには例えば30人なら30人分の主がおるって仮定したら、そのね、所作とかそういうのも30倍できるわけやろ。わいな。それこそお茶を 1個入れるっていうことに対しても、1人だったら1回かもしれんけど、30人だったら30回 お茶を入れることになるから、ね、
1日1回ティータイムがあるとしたら30日分、1ヶ月分を1日で、いや1回でできるっていうね、そういうレベルになるわけだから、実はスーパーメイドってね、そういうのの賜物なのかな。お茶もものすごい美味しい。まあともあれ、ありがとうアンジェ、私たちにもお茶入れてくれて。私たちのこと、その邪魔じゃないの？はい、アンジェはたくさんいてくださっても一向に構いませんのです。それだけアンジェの主になってくださるかもしれない方が増えるってことですからね。なるほど、そういうことか。そういえばアンジェって野良メイドなんだっけ？さようでございます。アンジェったら主のいない野良なのですよ。お恥ずかしい。なのでずっと使えるべき主を探している真っ最中だったりするのです。全然見つかりませんけどね。アンジェは特に統合には反対ではないらしい。歓迎しているというほどにではないにしても、まあ中立よりちょっと好意的くらいにはいてくれるようだ。そういう子がいてくれるとホッとする。お茶のお味はいかがでしたか？あ、うまいうまい。下品なお茶のいただき方、だから嫌だったのよ仮統合。めっちゃ言うやん。まあそこばっかりはしゃあないよな。大変でございますね英子さん。アンジェ、英子さんのそんな渋いお顔初めて拝見しました。いや、ひょっとしたら単にこの空気の悪い状況を楽しんでいるだけなのかもだけど、そんな愉快な性格だから、ひょっとして雇いたがる人が出てこないのでは。いや、それは言い過ぎやろ。まあそれでもなんていうか、受け入れていくのが優しさってもんじゃないの。わお、さっちゃんさんってば大人です。アンジェちょっと感動しました。まあね、というわけで気にせずゆっくり飲んでくれればいいんだからね。どうも乾さん。いいのいいの。皆さんおはようございます。あ、男女仲良くやってるのね。よかった。やってないよ。アンジェだけじゃなく、行動で出迎えてくれた2人、マッチ先生でいいのかな、が乾サナさんのように、友好的な人たちだってこの通りいてくれる。今は空気は悪いけど、決してみんながみんな統合に反対というわけじゃない。うん、そうなると。瀬名さんは今日はどう？みんなと仲良く。八塚先生、ホームルームを始めていただけませんか？はい。やっぱり最大にして唯一の問題は、場の空気に対して影響力の強い瀬名さんではあるよな。ではホームルーム終わります。みんななるべく穏便にね。ね、それじゃ。先生、脅迫でもされとるんかな。ホームルームが終わると、瀬名さんは仏頂面のまま教室を出ていった。教室中の男子が一気にホッとする。そして彼女の背中を目で追いやっていた俺は、またしてもひそやかにため息をついた。どうした？お兄さん。そんな俺に早田が声をかけてくる。今まで静かだったなぁ、お前。ま、楽しませてもらってたっつうかね。ハヤタはマイペースな成り行き主義者だから、この状況がちっとも苦じゃない様子だ。にこやかに言われてしまうと、ついよかったじゃんなどと返したくなるから困る。でだお兄さん、もっと声かけりゃいいのに。お前と佐久野ちゃん、彼女と知り合いだったんだろう。ん、まあな。
だからこそ声がかけきれなくもあったんだけど、と俺は内心小さくつぶやく。一足先に知り合っちゃってたから逆に難しいというか、なんというか。再会してからの彼女にはあの日公園で話していたようなノリは全くない。むしろあの日の印象が俺にはまだ強いから今の彼女に戸惑ってしまっているところが確実にある。それに俺にとってやはり彼女は妹の新しい友達でしかまだないわけで。そんなもんかね。でもなるだけ話をしてほどけてもらうしかないとは思うよ。やっぱり要注目だな。他人事みたいな口聞いてないで、お前も手伝えって。俺は今日途中で鏡台に戻らなきゃいけねえんだよな。ま、健闘を祈ってるぜ、友よ。いや、要注目っつったんだからせめて注目してようよ。生徒会長ともなると思うがままに行動できないわけよ。いや、せちがらい、せちがらい。生徒会長とも、まったく。あやたは本当にそのまま鏡台に戻ってしまい、俺はというと教室の空気に耐えきれずに廊下へ出た。ふう、落ち着いた上品な雰囲気に癒される。ついでにトイレでも行っておくかな。女子校に男子トイレってあるん？一回出てしまうと情けないが戻るのを伸ばしたくなる。それくらい教室の空気は今俺にとっては良くない。まあでも、歩きながらまた考え込む。瀬名さん、9月が終わる一昨日に知り合った女の子。今はあんな態度だけど根は悪い子じゃないってあの夜会ったから信じられる。それがなんで今ああなのかさすがに伺い知れないけれども、たとえ距離は遠くとも知り合いではあったことは、この際良かったと思うべきだ。だからほんといろいろ込みでまずは会話だよな。考え込みながらトイレに入った。そらそうだよな。だってトイレって女子校のトイレって女子トイレしかないわけやねんか。男子はあれか、職員用のトイレまで行かなあかんってことか。えって言われる。あ、中には瀬名さんがいた。一瞬頭が止まってしまう俺。いや、あ、その瀬名さん。かわいい、めっちゃかわいいな。瀬名さんはその整った顔にみるみる赤みをのぼせて、出て行った。うわぁ、もちろん、なんだろうこれ、即座に飛び出した。うわぁ、何やってんだ俺、無意識に入っていっちゃったよ。鏡台ならその位置に男子トイレがある。がここは女子校だけに基本的には女子トイレしか存在しない。だから男子はとりあえず別途のを使ってくれと昨日お達しを受けていたのに。ああ、じゃあ 100% 悪いな。そりゃそうだよ、事前に説明があるはずだもん。あげくよりによって中で瀬名さんと出くわすとは。うわぁ、そちらの顔で女子トイレに突入されるとはなかなか強者でいらっしゃいますね、慎吾さん。すごいな、神出鬼没とはこのことやな。アンジェ、しかもアンジェに目撃されていた。いや、アンジェ、そのね、さっきの声はアイリさんですよね。ご無事ですか、霊装とか。どっと冷や汗が出た。出てきた瀬名さんは耳まで真っ赤で思いっきり眉を吊り上げていた。瀬名さん、ごめん。とにかくも謝る。もう俺としては必死で詫びるしかない。してたところじゃなくてよかったとか、そういう問題じゃないのだから。うっかりしてた、本当にごめん。ごめん瀬名さん、ごめん。うわ、瀬名さん視線も合わせてくれない。アイリさん、生徒会かなんかさんにお化粧室のこと掛け合いに参りましょうか。
とりあえずじゃなくて正式に男子用のものをとか。そうね、このままじゃ私たち無神経な男子に恥ずかしめられる危険性が一向に減らないものね。ごもっともでございます。ハンジェ、行くわよ。はい、お供いたします。シンゴさん、これで誰もいなくなりますけど、だからってまた女子トイレに入ろうとしちゃダメですよ。なかなかアンジェ強者だな。それを言っちゃうか。最後にものすごい眼光を俺に叩きつけてから、セナさんはアンジェを従え大股で去っていった。うわ、そもそももともと乙女の園だけに男子がいる生活ってのがいろんな意味で想定されてないんだよな。男子更衣室というのもあの通りなかったわけだし、体育の授業の帰り道その辺の物陰で着替えさせられる羽目になった男子一同に、俺は努めて率先して声をかけていく。ハヤタがいたらハヤタの出番だったんだろうけど、まあいないのだから仕方がない。教室に戻る前に男子一同意思統一はしておくべきだ。だな、俺たち以外みんな女子だもんな。うん、だから俺たち男子はできる限り注意を払って頑張って溶け込んでいこうな。あ、やばくない？体育やろ。みんなに握り拳しながらドアを開ける。え、あかんやろ、体育の時間で。え、耳をつんざく高い悲鳴と視界の端にチラッとだけ映った肌色。着替え中。うわー、すいません。慌てて閉めた。その状態で固まる。いや、さ、今はでもずっとそうしてたんだろうけどさ。でも、少しはこっちの存在も配慮してほしい。ちょっと男子！そこで、突然ドアがまた開き、俺の顔にはなんだか柔らかいものが。ウリュウ君。慌てて飛びのく。セナさん、幸いすフル装備の制服姿だが、氷のように冷たい顔で俺を睨みつけていた。こっちも不注意だったけど、申し訳ないだけど、そうやね、更衣室ってのがあるんだから、教室で着替えずにね、横着して、女子側で横着して教室で着替えてしまったんやろ。うん、いつもの習慣で。印象最悪だな。ノックぐらいしたらどうよ。というか、ウリュウ君がそういう人なのは分かったけど、ドアの前で未練がましく突っ立ってないでもらえる。ポンと男子のみんなに肩を叩かれた。でもお前だけいろいろいい目も見たから、特に同情はしない。いや待ってよ。授業中、のぞき、ウリュウ君がリーダーだったんですって。教訓、ノックは超大事。いや、普通ダウンはしてるけども、まさか教室で女子が着替えるとは想定しないじゃない。男子が戻ってくるのは分かりきってたことなんだしさ、警戒しているならもっとちゃんと警戒してほしいよ。小声でこぼしたくもなるが、いやいや違う、きっとそれこそが驚愕育ちの感覚なんだな。できる限り細心の注意を払って、これ以上女子から品縮を買わないようにいかないと。はい、ですからこの文脈には2つの意味が込められていると考えられます。それにしても瀬名さんは本当優等生だ。凛とした態度で先生の質問に答える姿は、模範を通り越しある種の理想像に達している感すらある。まあそんな子だから手ごわいんだけど、さっきはぶつかってしまったからな、なんとか取り返していきたいところだ。幸い席自体は同じ並びで遠くもないから、うん、なんとか。んと、そこで足元に何かが転がってきた。
悪い、ウリュウ。消しゴム落としちゃった。ああ、ちょっと待ってな。体をかがめ、机の下に頭を突っ込んで手を伸ばす。おいそこで、すらりと伸びた瀬名さんの足が目に入った。ラッキースケベか、貴様。ラッキースケベ待機っすか。チェック。ひょっとしたら誤解されるのでは？いや、授業中にいきなり覗き込むなんてクソみたいなことやらんやろ。慌てて顔を起こす。ピックアップ。いいよね、この隙間。バレた。瀬名さんがスカートの前を押さえた状態で真っ赤になって俺を睨みつけていた。ウリュウ君、消しゴム落としたので。教訓その2、授業中みだりにかがみ込まない方がいい。と一つハプニングに遭遇してしまうたびにますます気をつけなきゃと固く心に誓うんだけど。ウリュウ君、落ち着いて聞いてほしい。すまねえすまねえウリュウすごい。やはりそう簡単には改善できないもので、その後も俺たちは頻頻と騒動を巻き起こすことになってしまった。あげく、確かに今のは悪かった。だけどそっちも気をつけてほしいんだ。あ、言っちゃった。その注意を促すために私にこう恥をかかせたわけね。ああ、遊女の子の中でいつも陣頭に立っている瀬名さんに恥をかかせてしまう展開になることがなぜか多くて彼女が俺を見る視線はもうほんと敵視だ。